さすが姫様だ。帰ってきて早々泥だらけで畑仕事をするなんてな。テオだって。姫様、いつもすみませんな。いいんですよ、トムソンさん。お礼にたくさん持って行ってくだされ。大変だ姫様。どうしたの？またミリドニアが攻めてきたのか。まさか、和平条約を結んだばっかりなのに。違います。へそ出しの変な男が現れたんです。はあ、なに。どんな人間だって未完成完璧じゃない。ダメなとこ抱えてる。大将だって上昇いつでも捉え方次第。前向きに行けばいい。わがままな君だけど誰よりもまっすぐなだけ。全て抱きしめて誓うよ。そのままで構わないから。ダメすぎる君が好きだ。侵略してみせるよ。最高のラブエンド目指し愛に行くから。ダメダメダメ愛のデブフリース。ミリドニアの王子様にして世界一かっこいいナレク様のお出ましだ。この俺様ナレク様のかっこよさ見とれるがいい。最高です。ナレク様輝いてます。ナレク様。はーい、紙吹雪です。僕は君を求めてさすらう蝶。さあお花ちゃん、再会のハグを。ビーノまで。皆のために祈りましょう。このイナコの地にも神のご加護を。竜禅王子、その箱は何ですか？よいしょ。イナコって何にもないのね。ど田舎って感じだわね、メア王子。ほんと田舎だな。お前太陽うざとっきれる。メア王子。みんな、なんでここに？各国と親睦を深めるって話あったでしょ。だから、それぞれの国を表敬訪問することになったんだよ。それで、イナコに。一刻も早くお花ちゃんに会いたくて、来ちゃったんだよ。私たちも、イナコに敬意を表するため、日程を早めてまいりました。そんな王子、恐縮です。ミリドニアに遅れを取ってはならない。と最将が言っていましたので。相変わらずだな。両国の兵たちは国境で待機させてるよ。もちろんリオットもね。ふん、あのしかめ面がいなくてせいせいするな。思いっきり羽を伸ばせるね。それって遊びに来ただけなんじゃ。あ、そうだ、クラムは一緒じゃないんですか？戴冠式が延期になり、後処理など仕事が山積みなのです。くれぐれもご無事でと送り出してくれました。最初はいませんが、我が弟メアが同行してくれることになりました。なんで箱に？メアは外が苦手ですから。こうすればなんとか。兄上がどうしてもって言うから仕方なくついてきた。大丈夫よメア王子、メア王子には私がついてるわ。そうだな、
キュアラン。箱に引きこもってるんだ。ん、あれ、ナレクとビーノは？喜べイナコの民たちよ。これはかっこよく座った石。さらにかっこいいこの俺様ナレク様がかっこよく寄りかかった木として未来永劫語り継がれていくだろう。人間がいないね。牛は語り継いでくれないぞ。こんにちは、お花ちゃんたち。温室に咲く花も素敵だけど、野に咲く花も素敵だね。やだよ、お花ちゃんだなんて。もう二人とも何やってんの。どうしたのメアおじ。なんということでしょう。どうやら暑さにやられたようです。溶ける、息苦しい。早く箱から出ようよ。大丈夫ですかメア。太陽が俺を焼く。失速するかと思ったわ。もっと早く助けなさい。はあ、なんか大変なことになっちゃったよ。ナレク様の監視、いや護衛が任務。そのためならばキャベツに扮することも。ようこそ王子たちよ。イナコの王として歓迎するぞ。皆さんのご滞在中のお世話は兄がさせていただきますわ。お前が。はあ、まあいいだろう。歓迎していただき感謝いたします、イナコ王。ゆっくりしていってくださいね。ああ、部屋はこっちですぞ。では、失礼します。噂にたがわず面白そうな王子たちだ。だが何かあれば、わしのドラゴンジャンピングアッパーを磨いてやるぞ。素敵よ、あなた。まあまあ。揉め事を起こさないでね。でもあの王子たちは一筋縄ではいかなそうよ。頑張ってね、兄ちゃん。姫様には俺が。兄にはグリマルがついてるに。グリマル。おお、お前がイナコの守護獣グレマルだな。グレてないリン、グリマルリン。兄ちゃんのことよろしくね、グリマルちゃん。任せるリン。なんだと。俺様にここで寝ろというのか。うん、そうだよ。なんだその丸いのは。グリマルだリン、よろしくリン、リンリンリン。衣装部屋より狭いぞ。これでも一番広い部屋なんだよ。もう溶け込んだリン。僕は狭くたって構わないよ。お花ちゃんとの距離が縮まるからね。あ、気をつけるリン。床が抜けてるリン。それ先に言ってほしかったかな。ごめんねビーノ。このお城は古いからいろいろガタが来てるの。さあどうぞ召し上がれ。イナコの郷土料理だよ。どれも栄養たっぷりで美味しいですよ。セントフィリアよ、今日も命の糧をいただけたことに感謝を。ごちそうさまでした。王子、食後の祈りになってます。まだ何も食べてませんよ。私には宰相が用意してくれたお弁当がありますので。はあ、おお、最高だ。よかった、口に合って、ナイフに映る俺様も最高だな。いいから早く食べるリン。そうだね、いただこうか。では私たちもいただきましょう。メアと食事するのは数年ぶりですし。兄上はそう言うなら。ミリドニアの料理と違って見た目がしょぼいな。なんだこれは。俺様に人参を食わせるとは許さんぞ。人参が苦手なの。今度は何。食われる。どうしたのメア王子。タコですね。メアはタコが苦手なのです。そうなの。大丈夫な
の理由？実は昔こんなことがありまして。メア、海の幸が届きましたよ。触ってみますか？兄上、来ないで、やめて。可愛いですね。あ、腕に絡まりついてきます。兄上が食べられる、化け物に食べられちゃう。泣くほど感動しているのですね。私の弟は可愛いです。あれ以来弟はタコを化け物だと思ってしまったようなのです。海の化け物、こっち来るな。はっ、ひ弱だな。俺様などタコの吸盤で揉み出しマッサージをしているというのに。その引き締まったウエストはタコのおかげ。タコなんかに吸わせるとか、お前頭おかしいだろ。なんだと？タコを愚弄する気か、セレンファーレンのなんとか王子。喧嘩はダメリン。ただ食事をするだけなのに両国の争いになっちゃってるよ。ねえ、せっかくみんなで集まってるんだから仲良くご飯を食べようよ。断る。人参だけは絶対にお断りだ。じゃあ何だったら食べられるの？お肉。それも最高級のお肉。僕はもちろん。お花ちゃん、できれば冷製ポタージュを。食後に塩辛のと紅茶をお願いします。キノコがいい。ジメッとして暗いとこに生えてるからなんか親近感ある。全部はお城にないよ。でも畑や市場に行けばいろいろ揃うから、観光を兼ねて外へ出かけない？俺様に買い出しに行けというのか？嫌なら人参を食べるしかないよ。人参ならたくさんあるからね。ダレプリ、一気に簡単。メア、ここは国で一番にぎわっている市場だよ。国一番だと？ケーキ屋もなければ高級な肉もないじゃないか。空気が綺麗すぎる。こんなところにメア王子を連れてくるなんて成敗されてもいいってことね。そうだな、キュアラ。ギンギンギン、いい匂いがするり。はあ、いらっしゃい、焼きたてで美味しいよ。よし、それだ。はい、300チャリンね。そんなものはない。ちょっとナレク、ごめんなさい、この人お金持ってなくて。道理で服が破れてるわけだ。お代はいらないよ、頑張ってな。はあ、俺様の魅力にやられたか。イナコにもファンができてしまったようだ。いや、そういうことじゃないと思う。お、塩辛のはありますか？まぶしい。ちー、何でも持ってっておくれ。キュアラングッズがないなんてありえない。さすがど田舎の国は遅れてるのね。ねえお兄ちゃん、それ何？うわ、ガキかよ。ちょっと、メア王子と私のデートを邪魔しないでちょうだい。はあ、喋った。うざ。お兄さん、お一ついかが？ああ、自分から声をかけてくるなんて積極的だね、お花ちゃん。それ全部もらったんですか？はい、どうしてもと頼まれました。俺様もこれだ。リュゼ王子とは意味が違うからね。は、これで国一番とはどうなっているんだ。よし、俺様がここを大陸一のマーケットに作り変えてやろう。作り変えるって何する気？はあ、俺様に見とれてろ。道には大理石を敷き詰め、店の外観はより豪華に。金色を基調にして宝石を散りばめよう。豪華な噴水も必要だ。ミリドニアに引けを取ってはならないと宰相が。セントフィリアに愛されし者たちよ、ここへ。そうだ、通りにずらりと俺様の肖像画を並べてやろう。人々は癒しを求めていると宰相が。ここに礼拝堂を建てましょう。いっそのこと出城を作るか。では我が国は大聖堂を。
またミリドニアとセレンファーレンの争いになっちゃってるよ。イナコが占領されちゃうリン。キュアランかわいいね。あっち行けよ。言うこと聞かないと私の魔法でキュッとしちゃうわよ。お買い上げありがとうございます。商売上手だね、お花ちゃん。まさか戦が始まるのか。え、何やってるのナレク。ちょっと待った。勝手なことされたら困るよ。みんなびっくりしてますよ。俺様に指図するな。するよ、だってここはイナコだもの。ああ、リオットにバレたら大目玉だよナレク。それは面倒だ。そちらが兵を引くならば我らも兵を引きましょうと宰相が言っておりました。別に騒ぎを起こしたいわけではない。俺様はただ良かれと思ってたな。ありがとうナレク、その気持ちだけで十分だよ。そうだ、案内したいところがあるの。なんだここは。私のお気に入りの場所なんだ。へえ、緑が綺麗だね。うん、こうして見るとイナコって本当に何もない。でも森があるから林業で生計を立てることができるし、廃材を使って木工細工を作ることだってできるの。畑があるから自分たちが食べる分くらいなら作っていけるし、贅沢な暮らしはしてないけど私はイナコが好き。ここの暮らしもイナコの人たちも好きなの。お花ちゃん。派手なものに興味がないとはやはりお前は変わっているな。だけどこんな風にのんびりとできるのは最高の贅沢かもしれないよ。ええ、そうかもしれません。俺は部屋じゃなきゃのんびりできない。うわあ、な、何大変。姫様。行くよ、獅子鍋の具。この俺様ナレク様の前では獣も愛玩動物に過ぎん。ナレク、はっ、そこで見とれてろ。前にしか進めないか。俺様もそうだ、己の信念にかけて未来へと突っ走る。それがこの世で誰よりもかっこいい、この俺様ナレク様だ。しっかり準備できてればちゃんと狩れたんだけど。たくましいね、お花ちゃん。怪我人がいなくて何よりです。リオットさん。ナレク様もヴィーノ様もミリドニアの代表であることをお忘れなきよう。私はこれにて。何しに来たのかな。リオットのことだから僕たちの後をつけてたのかもね。お母さん。その子のお母さんだったんだ。いろんな顔があって素敵だね、お花ちゃん。助けてくださってありがとうございました。いつまでもメソメソしてるとキュアランが呪うわよ。ありがとうお兄ちゃん。別に何も言ってないし。これはお礼です。召し上がってください。に、人参。いらん、人参はお断りだ。見た目はしょぼいが味は悪くない。俺様の口に入ることを許すぞ芋。この人参新鮮で美味しいね。ミリドニアでは食べられないよ。悠久の時の流れは非常なものだと私の心の湖にさざ波が立っております。おかわりですか。わかりました。
なんだ、野菜が甘い。できるだけ自然のまま育てているからですよ。有機栽培か。野菜が甘く育つとか本で読んだことがあるな。よくご存知ですね。必要なのは太陽と土と水だけ。あと肥やしは家畜の。ケオ、肥やしの話は食後にしようよ。兄、食べてもらえてよかったり。うん、空腹が一番の調味料だね。え、私も表敬訪問に？そうよ、この機会に両国との関係を密にしておきたいの。それはいいけど、みんなとずっと一緒ってことだよね。これも稲子の平和を守るための大事な務めですよ。頑張ってね、兄ちゃん。わかった、行ってきます。テオちゃん、グリマルちゃん、兄ちゃんお願いね。はい、わかったりん。姫様の身に何かあったら王子たちを剣の肥やしにしてやるからな。大丈夫だって、テオ。おい、何をグズグズしている。お花ちゃんが一緒なら楽しいことがたくさんありそうだね。そうかな。次の訪問先はミリドニアですよ。この俺様、ナレク様の国だ。さあ俺様についてこい。もちろんです、ナレク様。どこまでもお供します、ナレク様。はい、紙吹雪です。ナレク様、ゴミは持ち帰ってくださいね。家に帰りたい。気持ちいいです。夜に深く落ちて、そうずっとこのままがいいな。ああこんな日は会いたいや。久しぶりスペシャルデイ。私からなんだかあんだかどうしてふふふ言いません。言わない、無限にアカンビア。言えたらどん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 新しい、ランランランのレブラ。キュアラ願い叶え。ほら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 、ラン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 の合間、マジでサン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 。いつもここにいたい、夢の通り。マイクも完璧だ。ヌオホン、イナコを出発しミリドニアへ向かった王子たち。しかりです。行く先々でも風のバラ。次回どこだ。嫁第5話です。